なんか俺めっちゃかわいそうやけど顔。今いいこと聞いたな。うーわめっちゃええやん。こんにちは。こんにちは。今日ここどこですか？なんかとあるクリニックに行くんですよ。この前 K1 のマサトさんのチャンネル見たら、アートメイクした眉毛、眉毛聞いたことありますね、うん、俺めちゃくちゃ眉毛実は悩んでて、薄いのよ、形も悪いし薄いわけ、ちょっと薄い、ね、薄いでしょ。だからそこすっごい悩んでて、いや俺もちょっとねアートメイクしたいなと思って、今日は思い切ってお店予約してるんで、眉毛変身していきたいなと思います。眉毛変身、もうエレベーターの前行きたいんだけど、うん、上がってみようか。行きましょう。なんでそんな眉毛薄いんですか？俺高校時代とかさ、やっぱ我々の世代って坊主じゃん、うん、じゃあどこでカッコつけんのってやったらもう眉毛しかないわけよ。だからもうゴリゴリ剃るわけ、高校時代、うん、もう爪楊枝みたいな眉毛してたわけ、うん、今思ったら本当バカだなって思うんだけど、やっぱそのせいかちょっと薄くなってるし、なんか生えにくくなってんだよね多分。見てもう外観からエグない？あ、これ D クリニック東京、ここですね、うん、早速ここでアートメイクやっていきたいと思います。はい、それでは今からねカウンセリングしていきます。行ってきます。いや、はい、もうここからです。はい、こちらが施術室になるんですけども、こちらでね今からデザインを決めて施術に入っていきたいと思います。行ってきます。お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。では施術を始めていきますね。はい、はい、ちょっと若干フェミニン感が出てる感じですね。中性的な感じになってますね。イメージしやすいのがすみません。お話聞いてる感じ、仕事上的にもちょっとやっぱり男性らしい感じがいいのかな。そうですね、ね、うん、スポーツとかもされてるので、じゃちょっと男性らしい感じと、あとこの血管を生かした感じのナチュラルなデザインで描いていきます。はいはい、これ一回描いてくれるんですか？はい、また見せてくれるんですか？もちろんです。大丈夫です。めちゃめちゃ楽しみやねんけど。皮脂を拭き取って麻酔だけ先にさせていただきますね。はい、お願いします。はい、めちゃくちゃ痛み弱いんですよ。私の施術してる人だと半分以上寝られてます。おお、それは今いいこと聞いたな。はい、だからやっぱ人によるっていうところがあるので、そういうチクッとした痛みが苦手な方もやっぱりいらっしゃるんですけど、耐えれないほど痛いって方はあんまり見たことない。当院自体1万件ぐらいもう施術しているようなグループになるんですけど、はい、大体の方寝られてるんで安心していただいて大丈夫です。はい、起きてても普通に喋られて楽しまれてるって感じです。はい、じゃあこちらちょっと貸していただきます。これ感覚なくなるんですかね？全然全くなくなるわけじゃないです。あ、そうなんですか？はい、ただ鈍くはなります。はい、僕一回あの眉毛のアートメイクっぽくなるようななんかあるじゃないですか、け抜いてなんか揃えて、眉毛ワックスとかみたいなかな、ね、それは眉毛サロンでやってるようなやつになります。はい、それをやったことあるんですか？あ、なるほど。眉毛ってめっちゃ大事って言いますよね。いや、大事ですね。人の印象ってここで決まってくるので、一番最初に。はいはい、まあ、女性ってほんと目元でね、二重にしたりとかあるんですけど、男性はここの眉毛のトータルで本当に印象が大きく変わります。なんかアートメイク自体もオフェはしてないけど、もう美容整形急に変わる。顔めっちゃ変わりますよね。変わっちゃいます。お顔立ちと、あと横顔がすごく変わります。へえ、なんか俺めっちゃ変わりそうやけど顔。このアートメイク先生してくれるじゃないですか。はい、これって誰でもやることできるんですか？それともなんか資格が必要だったりするんですか？あ、できる人っていうのは医師の看護師か医師かあと歯科医ですね。ただ看護師であっても自宅サロンとかでは絶対にできないです。医師の診断のもと必ずクリニックで施術っていうことが必要になります。なるほど。そうするとなんか安心感あるよね。ある。俺痛みに超弱いからさ、針で色素を入れていくので絶対この医療機関でやるってことはすごい大事になりますね。体の中に入っていきますので、はい、なんかアートメイクした後ってなんか痛みが残ったりするんですか？
アートメイクした後に痛みは特にございません。赤みが出たりするんですか？なんかダウンタイムっていうんですか、そういうのなんか聞いたことあるんですけど。そうですね、ダウンタイムに関してはトイの場合特に少なくしているっていう特徴があるんですけれども、やっぱり針で色素を入れていくっていう作業になりますので、その刺激による赤みっていうのがどうしても出てきます。それの治りっていうのは人それぞれなんですけれども、まあ、早い方だと30分とか1時間で治りますし、ただ赤みがやっぱり残りやすい敏感肌の方とかもいらっしゃるので、そういった方ですと数日残ってたりされますね。肌荒れしやすい方は特にちょっと残りやすい形ですね。でも数日でちゃんと消えていきますので、はい、刺激によるものです。じゃあこれから先ほどお伺いしたご希望に合わせてちょっと眉デザインしていきますね。最後高森みたいなのかもしれない。ここが毛の始まり、こっちはここなんですけど、こっちのが下なんですよね、はい、なので中間値取っていきますね。でちょっと一回見てもらいますと、かなり濃く描いてるのですごい違和感があるかと思うんですけれども、ちょっとご説明させてください。生え際から眉、はい、下、鼻下、顎先、3等分になる位置が眉の位置、統計学上何年経ってもあのかっこいい位置と言われてます、はい、今それでかつ、はい、ちょっと頭らしい感じがいいことだったので、はい、男性らしく眉山を作ったデザインになってます。いや、いいんじゃないですか。ダメ？気に入ってますか？良くない？俺普通にこれでも街中歩けるよ。えってなる？描いてんなあの人って感じ。まあ今は描いてるなっていう。いや俺もっともっとあれかと思った、もっとすごいかと思った。じゃあこの後もう一回眉カットして最終チェックしていただきます。あ、はい、わかりました。それではこちらに仰向けに横になってください、はい、男性の人でアートメイクやる人って結構いますか？いや、最近かなり最近増えました。私の患者様なんですけど、あんまりファッションとかも興味なくて、前髪でなんかすごい眉毛も隠して教室の片隅でいるようなタイプだったっていう方がいらっしゃったんですけど、はい、アートメイクやった後にすごいもう髪型も変えられて、でクリスマスに好きな子にデートを申し込みますみたいな方はやっぱりいらっしゃいましたね。もう雰囲気がすごく変わられて。俺もモテるかな。やっぱり眉整ってるとすごく意思がはっきりしてるように見えるんですよね。商談とかがうまくいきやすいっていうのは聞いたことがあります。木肌とデザイン変わってないのでそうなんです。もう一度チェックしていただいて、おー、実際の施術してまいりますね。うわー、マジ緊張してますか？やばい、めっちゃ緊張してる。針という言葉が怖いよね。あー、そうですね。でも実際入る針全然見えないと思いますよ。針出てるの見えますか？で、1ミリも出てないです。見えない。はい、表皮って言われるところにアートメイクを入れていくので1ミリも入らないですね。紙1枚分ぐらいの薄さです。まず軽くやっていきますね、はい、はい、痛みを教えてください。はい、え、これなんか今やってるんですか？やってます。今やってる？やってます。嘘。もう施術入ってます。え、嘘だ。今色素入れてますね。もう？はい。え、いや、本当になんかあの爪楊枝でちょんちょんやられてる感じ。最初が一番痛いです。あ、そうなんですか。だんだん柔らかいんですか、はい、これこれ今針で押さしてるじゃないですか、はい、なので追加で麻酔するときに余計に浸透するんですよね。あ、なるほどね。はい。いや、俺これマジ2回目と3回目安心してこれるわ。これ寝る人の気持ちわかる。僕のカメラマンにヒゲのアートメイクしてあげてください。線を描くってなるとまた針とは違うんですか？針がこういうのになります。カッターっぽいけどその一本一本細い針が連なったものですね。あんま針言わないといけない。痛みどうですか？ん？痛み大丈夫そうですか？今なんかしました？しました。嘘。大丈夫そうですか？多分大丈夫。はい、終わったの？赤
オープンで。うーわ、いかがですか。むっちゃええやん。今がむしろ一番怖いので、ここからさらに色が馴染んで毛の色に合わせて。あ、そうなんですか。いい感じにグレーになっていきます。へえ、はい、ですかね。動かない毛がいっぱいある。あります。ある。ちなみにここのアートメイクは、はい、ここ以外でも受けれるんですか。一応当院のグループだと6院ありまして、はい、東京、新宿、福岡、名古屋、札幌、大阪って基本あの主要都市には全部ありますね。あ、そうなんですか。はい、いや僕割と不安だったんですけど最初。ああ、はい、全然大丈夫ですし、痛みが一番不安だった。途中で麻酔とかも入れるから、はい、全然いけますね。あ、そうですね、はい、もう多分本当に慣れちゃうとほとんど寝れるぐらいだと思います。来ますね。出来上がりもいいし嬉しいです。はい、あとは会話も楽しめて最高の2時間半を過ごせると思います。まあ寝てもいいんだけど、いいですかね。あ、もちろんです。寝ても会話を楽しんでもどっちも。そうですよね。どっちもありです。はい、まあ、おそらくね、僕みたいにここが薄いとか眉毛ちょっと整えんのめんどくさいなとかって思う方多分めっちゃいると思うんですけど、こんだけ顔立ちが変わったらね、安いもんですよね。そうですね。うちの場合3回セットの料金なんで1回ごとだと結構安くなります。そうっすね。眉毛の悩みある人はぜひここに来て整っちゃってください。すごく人生変わりますね。もうここからモテ人生ですね。はい、モテてください。はい、嫁に怒れるかもしれない。終わりました。終わりましたね。どうでしょう。キリッとしてていい感じですね。これだんだん馴染んでくるから、ね、でもなんか自然な感じでいいよね。俺の悩みを全て解決してもらいました、うん、やっぱ眉毛変えるだけで相当顔の表情も変わると思うんで、ここだけではなくて、あの全国主要都市にね、ここのクリニックありますんで、ぜひ皆さんお近くのクリニックに行ってアートメイクやってみてください。今日はありがとうございました。アートメイクを施術してからですね、2週間経ちました。馴染んできまして、アートメイクやってんのかやってないのかわからないぐらいね、すごいこううまいことやってもらって、非常に形も良くて気に入ってます僕も。ということでアートメイクしたらね、顔の表情も変わりますし、自分の身も引き締まりますしね、本当にいいと思います。ありがとうございます。